衆院選の前哨戦として注目される参院補選は三つどもえとなり熱を帯びています。オレンジでは昨日から3人の候補者の訴えや戦いぶりに迫ります。今日は立憲民主党、国民民主党が推薦する山崎真之助さんです。参議院静岡選挙区の補欠選挙に立候補しているのは、届け出順に自民党の新人若林洋平さん、無所属の新人山崎真之助さん、共産党の新人鈴木千佳さんの3人です。真っ当な、真面目な、そして国民に開かれた政治をやっていく。無所属で立憲民主党と国民民主党の推薦を受ける山崎さんは、告示後初の週末を静岡市でスタートさせました。その夜、静岡市中心街の演説には、おかげさまで今かなり充実した風が来てましたね。すごい大事、風がね、だいぶ来てます。そうですか。川勝知事が応援に駆けつけました。皆様こんばんは。3人の中でしんちゃんこと真之助、山崎真之助はダントツにこの静岡を代表して国政に従事する最高の候補者であると私は確信しておりまして、ここに参った次第であります。これまで県議を9年務めた山崎さん、今年6月の県知事選では川勝陣営のブレーンとして知事を支えました。今回の選挙戦4日目までに川勝知事が応援に来た回数は実に3回に上ります。もうそもそもなぜ参議院のこの補欠選挙が行われるかと言いますと、参議院議員で国交副大臣であった方が職を辞して知事選に出たからであります。その知事選における最大の争点は何か、水の問題でありました。山崎真之助は命の水を大事にするということを一貫して言い、私にそれを教えてくれた最高の後輩であります。週末にはリニアの水問題に関心の高い大井川流域の市と町を回った山崎さん、川勝知事と共に取り組む姿勢をアピールしました。岸田さんはですね、今少し浮き足立っていると思います。新しく変わられた斉藤国交大臣に対しまして、リニアの整備をすぐに指示しましたでしょう。でもですね、議論は全然終わってないんですよ。聞く力が本当にないということになります。大井川流域の住民に寄り添う心、それを持った人間を今回もぜひ選んでいただきたいと。与党との対決姿勢を鮮明にします。目指すは東京一極集中を打破して、お金や人、物が地方に回る地方の時代への転換です。巨大与党には負けないんだ、既得権にも負けないんだ、今の政治じゃダメだ、もっと変えていかなきゃダメだ、そういったことを皆様から受け負って、それをパワーにして今回の選挙に戦っていく、そのミッションがありますから、静岡県民の意地を見せるためにも絶対皆さん勝たせてください。岸田政権発足後初の国政選挙となり、全国的な注目の高まりを強く感じています。結構周りの方のその期待値といいますか、ムーブメントが大きくなってるなっていう実感があります。注目されればされるだけ燃えますんで、そのパワーをしっかり推進力に変えて、残りまだ2週間ありますから戦い抜きたいなと思ってます。審議と県議合わせて15年の経験を持ちますが、まだ40歳、若さも武器に県内を駆け回ります。